ックがございます。あちらが展望台で多くの方が観光に訪れ、昭和天皇もこちらからご展望されておりますのことから、この島は揖斐島と書いて蛇島と呼ばれています。遡ること数百万年前、次々と起こる海底での不作品でございます。目の前に出てまいりました海が鶴